結構夜の、はい、この車を走ってる映像、はい、曲に合うんですよ。じゃなくてどういうテーマで今あの夜あ失礼しましたしてるんですか。今日はいつ、はい、というかいつもある程度コンセプトが例えばその舞台に突撃しましたとかオンラインサロンイベントの打ち合わせとかどうぞ。わかりました。もう俺の方取ってください。取れてない録画ボタンが。お疲れ様です。今カメラ回ってます？はい、確実に今回ってます。ちょっと今、10分以上収録しましたかね。録音ボタンを押していないという。10分以上横浜と今日何食べるについて話したのに。いや、もうおごりかな。もう古川くん家の方に足向けて寝れない。いいでしょう。優しい。ほのぼのトークで行こうっていうテーマで話してたら、はい、本当に普段の通りほのぼの話しすぎて、はい、カメラの数字が進んでないことに気づかなくて。今本当に回ってます？今は回ってます。今のところ1分ですね。1分か。あんなに喋ったのに1分しかまだ撮れてないとは。今日ね、撮影場所が横浜だったんですけど。いや、もう一回話します。なんとかもう一回話そうとしてますけど。なかったことにできないから、ね、いやさっき横浜いたから横浜の話しましたけど、はいはいはい、もう今全然横浜じゃないですもん。ここまあでもね、収録横浜、横浜でさっきクランクアップしたんですよね、はい、うん、で、横浜行ったことありますみたいなトークして。横浜行ったことありますか？2回目で、横浜行ったことはだから中華街っていう、僕はですよ、中華街が思い出あるなっていう。それはどうして行ったんですか？なんか思い返すと学生の時1回行ってたんですけど、撮影でもなんかほぼ初めてというか中華街の方行ってて、高校デビューっていう作品撮った時になんか家の中のシーンがあって、それがロケ地が横浜 でそれで行ったのが初めてかなと思ってたんですけど、よくよく思い返したら学生の時多分行ってて、2回目なのによくそんな興味あるかのような、うんうんって言いますね。ごまかそうとしてますけど、2回目ですからね。企み全部バレてる。うんうんって言って1回目にしようとしてますけど、もう無理ですよ。和食屋さんを探そうということで、まあ、でもなんとなく良さげなとこ見つけたからそこ向かってるって感じですよね。わあ楽しみ。今日ダンスのシーン撮ってましたから。はいはいはい、はい、それがちょっとねやっぱり体力的にねちょっと疲れたりもしますけど、今日はぐっすり眠れそうだ。ここどこまで来たんだろう。結構温泉がねさっきから。確かに良さそうな。あそこもスパですもん。楽スパ良さげですよね。でも今スパとか入ったら俺寝ちゃうかもしれない。ゲーム実況とかはいいですけどね。ゲームっていうのはテレビでやるタイプなのか。あでも何でもアナログの。あ、なんでもそういうのとかいろいろありすぎてちょっと難しいですよね。確かに。まあでも基本はやっぱ役者業やってるんでそれ関連のものできればいいんですけど、あとはまあ趣味とかですかね。僕の古川くんの趣味は何ですか？車、うん、ウイスキー、麻雀、猫。すごい慕われてるし頼られてるしっていういやイメージでしたね。そうだといいんですけど、うん、現実はそうじゃないんですよね。今回がじゃあレアケースというか。
僕としてはいつも、うん、もうあの真剣にやってるだけなんですけどね、はいはいはい、とにかく真剣に、自分の役柄を、いいものにするということが、まあ、仕事ですので、うん、それをしてるんですけど、ね、怖いって言われちゃう、ね、プライベートでもあの初めましての方とか、ああそれは僕があれですよ、人見知りなんで、あでもそれもまた怖いと思われちゃう、怖いと思われることもありますよね、やっぱね、怖くない一面もね YouTube で見せていけると、それこそこの YouTube のフル動画とかは、うん、あのオンラインサロンで出してますけど、はい、サロンメンバーの人はよくイベントも来ますから、はいはい、そんなにこう怖い人じゃないだろうなっていうのは多分みんな分かってると思うんですけどね、伝わってる伝わってると思います多分でせっかくやっぱ結構頑張ってそれなりにやってるんで、まあより多くの人に見ていただきたいなとは思いますよね。まああと日本人だけじゃなくて海外の人も見てくれるから、なんかそういう人たちにもこう知っていただけるチャンスというか、で結果的にそういうところから、まあ今時代も時代でテレビ見なかったりとか、うん、もう映画は見ないですっていう人も結構いますんで、あと舞台見に行ったことがないとか、そういう人がこういうの見て、あちょっとこの人の舞台見てみようかなとか興味持ってくれたら嬉しいなという思いでやってるんで、もともとバズらせようとか思ってやってたものではないんですけど、せっかく頑張って撮ってるならって欲が出ちゃいますよね。まあ多くの人にね見てほしいですよね。そうなんですよね。ちょっと YouTube っぽいことしなよっていうまあ確かにな。ええー、